その少女は教えてくれた。モノトーンではなく、鮮やかに色づいたこの世界を。4月は君の嘘、原作荒川直志が描く新たな少女の物語。強い眼差しの少女が見せるその世界は。もしあいつが引っ越してなかったら、昔みたいに一緒にサッカーしてたのかな。私、大切なことを思い出したんだ。また鮮やかで美しい、さよなら私のクラマー。